はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、剣の大冒険です。てなわけで今回もベイブレードバーストをやっていきたいと思います。今回はね、サムネにある通り、まあゴジラに出てくる永遠のライバルキングギドラ、今回紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、こちらですね、こちらがキングギドラをモチーフにしたカイザーケルベウスの金色バージョン、まあ超改造セットについてくるやつですね。でケルベウスってことで顔が3つあるんですよね。ここに1、2、3って3つあるんですけど、でまあこれはもうね、もはやキングギドラの顔と同じ数で、しかも金色っていうね。でもうこれでもうあれだよね、なんかもうキングギドラを醸し出してるよね。でキングギドラのなんていうのかな、首を表す感じ、首とか尻尾とかを表してる感じのこのリング、この丸い感じね。はい、でそしてまあキングギドラといえばお腹が大きいじゃないですか。で羽も広げて大きいので、まあこんな羽っぽい感じの軸先というか、まあちょっと大きめのやつにしてます。でこれを全部組み合わせて、でしかもここ赤色にしてます、赤色のシール。そうするとですね、確かキングギドラって目が赤い時あったじゃないですか。だからそれも再現しています。はい、なので早速一回回していきましょう、どんな色なのか。いきます、 3,2,1,5。 おー、てててんてててんてれてててててて。じゃあ早速なんかと戦わせていこっか、何にすっかな。てててててててんてて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 、よいしょ。じゃあいや、小手調べでこいつでいっか。じゃあちょっとこいつとさ戦わせていきたいと思います。はい、ほい。では最初相手からシュートしていきましょう。いきます、テレテテテレテテテン。いきます、 3,2,1,5。 横にある箱に当たっちまったぜ。 3,2,1,5。 おー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 、うるさい。でん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 、敵を一撃でバーストしましたね。生きてますキングギドラ生きてます。でもね、ちょっとね、今当たり方ちょっと卑怯だったかもしれませんので、ちょっともう一回やりましょう。いきます、じゃあ次はキングギドラが最初に出す感じでいきます。 3,2,1,5。 はまんねえな。 3,2,1,5。 おーっと、どこ行くんだい。ちょっとね、今ね、横にね、物があるからね、シュートしにくいんだよ。ちょっとどかすね。よし、これで OK。 じゃあしっかり打っていきます。じゃあやっぱこいつから打っていきます。いきます、 3,2,1,5。 ではキングギドラいきます、 3,2,1,5。 お、すげえすげえ、うおー、かっこいいな。なんか下から連撃浴びせてましたね。いや素晴らしい。あ、じゃああとタイム測ってみようか。でタイム測っておしまいにしよう。ではいつものね、タイム測るときはネルフのね、こちらを使っているので、これで試していきたいと思います。いきまーす。まあね、押すの1秒くらい遅れちゃうんで1秒プラスでいきます。3,2,1,5。 テテテンテテテンテレテテテテテテテンテテテンテテテンテテ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 テンテテテンテテテンテテ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 。1分は回ってほしいかな。でもね、リボルグじゃなくて、なんだっけな、なんだっけな、軸先なんて言うんだっけな、
なんて言うんだっけ、忘れちゃったあれ、やっぱりね、これね防御型なので斜めでグイーンって回らないと発揮しないんですよね。はい、でもまあ1分はギリギリいきそうですね。お、1分経過。おお、まだ行くか、まだ行くか、まだ粘るか、まだか、まだ、おお、じゃあ1秒プラスということで1分10秒回りました。防御型にしてはなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、キングイドラカスタマイズ今回作ってきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。でもね、まだこれで終わりではありません。皆さん、キングギドラが出たということはですね、そう、お察しの通り、私は、ガチなゴジラファンということでね、メカキングギドラも用意しております。真ん中の、こちらをね、このリングを、キングギドラ風味のこのリングを外して、メカキングギドラ風のがっちりとした感じの、この鉄をつけていきます。そして、重ねるとメカキングギドラの完成です。いかがでしょうか。じゃあこれでもう一度、じゃあタイムを測っていきましょう。あー、もういいや、これねめんどくさいんだよね。うん、じゃあ一回回すか。うん、回そう一回回そう。はい、3、2、1、ゴーシュ。あ、でじゃあやっぱこいつやるか。3、2、1、ゴーシュ。一撃やん。おー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 、せいや。敗者がいつまでも回ってんじゃねえ。一撃で粉砕だね。さっきも一撃だったしね。なんなんだろうね、こいつ。たったのワンロック。いや、かっこいいし、強いし、防御型だし、カウンターで一気に決めるし。なんなんだろうね、このカスタマイズ。てかメカキングギドラの方がちょっとかっこいいかもしれないね。はい、というわけで、ここら辺で終了したいと思います。皆さんにもよければね、超改造セットについてくるこのカイザーケルベースのね、あの金色バージョン、よければゲットしてみて改造してみてはいかがでしょうか。それ次回もお楽しみにしていてください。じゃあねっ。